眠れるラジオ。小さな幸せのコーナー、幸せではなく不幸を探しがちなガスケツ、みんなの幸せエピソードを聞いて考え方を矯正していこうというコーナーでございますね。はい、やっていきましょう。皆さんも小さな幸せ見つけていきましょうね。スピリチュアルなコーナーではございませんという前置きを毎回しておりますけれども、やっていきましょう。千葉県お住まいのレーテさん、僕はとある3000人くらいのゲーム配信チャンネルのリスナー兼モデレーターを1年半ほど前までしていました。僕は学年が2年生に上がり、中学校が楽しくなってきた時、あまりそこの配信に行けなくなり、そのまま1年半ほど過ぎていました。その間で、ああ配信見に行きたい、そのように考えるようになりました。ですが失踪していて謝罪せずに戻ったら、なんだか気がムズムズしそうで、あの時は失踪してすみませんと言いたい、そんな感情が芽生えてきました。それが半年ほど前ですかね。どうしようか悩んだ挙句、ついに最近謝罪することができて、モデレーターを復帰することができました。今は仲良くできて、これが僕の小さな幸せです。モデレーターね。モデレーターってあれだよね、生配信のコメントとか消したりできる人だよね。管理人、コメント欄の管理人みたいな人だよね。これ僕自慢ですけど、僕ライ麦くんのチャンネルのモデレーター権持ってるんで、チャンネル登録して今14ぐらいだよね多分ね。そこのチャンネルのモデレーター権持ってます。はい、いやだからコメント欄でなんかガスケツってムカつきますよねみたいな、ガスケツマジうざいっすよねみたいなコメント見つけたら俺も全部削除できる。うん、怖いよ俺。まあそんなことはどうでもいいんですけど、なるほどね。しばらく、まあね、でもいいじゃないですか、中学校が楽しくなってきて。いやだってうちのチャンネルもさ、これはね非常にこのジレンマを抱えたチャンネルで、あのやっぱどうしてもね、こうなんかこう身の回りに起きてる問題事とかがこう落ち着いた瞬間に、あのやっぱ寝れるようになっちゃなりましたっつって、で、まあ、眠れるラジオを卒業していく人たちも、まあ、中にはいてね。それがちょっとね、その僕としてはね、ああよかったねって、いや僕に頼んなくても寝れるようになったんだっていう、いやおめでとうっていう気持ちの反面ね、ちょっと寂しい思いもね抱えてたりするわけよね。これは本当にジレンマですよね、僕のチャンネルの。まあ一方でね、なんか眠れなくて聞き始めたラジオだけど、まあ、ちょっと僕のお話聞くのも好きになって、まあ、引き続き聞いてますっていう方も もちろんたくさんいらっしゃるんだけど、まあ、卒業していく方もね中にはいらっしゃるんで、これはね、すごいジレンマなんですよ。まあ、僕も思いますよ、そのやっぱりしばらくあそういえば最近見ないなっていう人をたまに思い出す時がある。なんか昔のコメント欄とか読んでると、あそういえばこの人昔よく名前見たけど最近見ないなって。ね、だからきっとその配信者さんも嬉しかったんじゃないですか。あレーテくんだっつって、わあ久しぶりだっつって、きっと嬉しかったでしょう。まあ僕も嬉しいですからね、久しぶりに来てくれる人を見かけるとね。ありがとうございます。ちょっと酒飲みますね。今日ちょっと夜遅くの時間に撮ってるので、ちょっとだけテンション上げていきたい、ちょっとだけでいいんで、ちょっとでも俺最近酒飲みすぎてるかも本当に、ちょっと控えよう来週は。ちょっと今週飲み会やら何やら多いんでちょっとあれでしたけど、来週控えます。来週は控えます。はい、次行きましょう。カリフォルニア州お住まいのリーオンチャさん、日本でいう中1です、女の子です、12歳です。こんばんはガスケツさん、私の小さな幸せは今片思い中の好きな人と話したりゲームを一緒にする
ことです。その子は彼女がいるのですが、どうしてもその子のことが好きなんです。その子はとっても面白くて優しいんです。ほぼ毎日その子と他の友達たちと一緒に通話をしているのですが、その子はいつも私がむせるぐらい笑わせてくれるのです。最近インスタグラムや YouTube を始めたのですが、その子がいつも一番早くいいねをくれたりコメントしてくれて、ものすごくモチベにつながって毎日が楽しく感じるのです。しかも、最近その子が DM で好きな人いるの?と聞いてきて、いないよ、いいよね、〇〇は彼女いてって答えると、お前結構可愛いから彼氏できそうだけどなーって言ってきたのです。びっくりマーク3つ。マジで心臓キラーかという嬉しさを必死にこらえて、そんなことないって答えたのです。今でもその子から DM が来るとものすごく嬉しくて、どうでもいい話をして毎日が輝いています。一つ悲しいことといえば、同じアメリカ学校だったのが違う学校になったのですが、日本語を学ぶ学校も一緒に通っていて、同じクラスなので超楽しいです。これが私の小さな幸せです。おやすみなさい。ということでね。かわいいね。カリフォルニアの女の子。いや、嬉しいね。カリフォルニア、アメリカ行っても、ガスケスの眠れるラジオを聞いてくれてるというのはね。嬉しいですけど。かわいいね。いやー。同級生の子なのかな。12歳でさ、お前結構可愛いから彼氏できそうだけどなって言えるやつ。やっぱアメリカの子供は違うね、やっぱね。キザなセリフもやっぱバンバン言えんのかね、やっぱり。あー、すごいね。いや、なんかさ、ほら、日本ってさ、まあ、告白と言われる、付き合ってくださいって言って OK ってなったら付き合うみたいなプロセス踏むけどさ、どうなの、アメリカに住んでる日本人もその方式なの？なんか違うっていうよね、外国は。俺よく知らないんだけど、ちょっと調べていい？ちょっと引用です。これ何や、ディアビーfrom half lens around the world っていう記事の引用でございますけれども、アメリカの男女の付き合い方レベル1。日本では付き合う際に付き合ってもらえますかと彼氏彼女の関係になることを確認するのが主流ですよね。付き合うを英語で、表現すると、I'm dating someone や I'm going out with someone や I'm seeing someone などが一般的です。しかしデーティングは日本の付き合うという概念とは違い、恋人同士になれるか相性を図るための期間を指します。それゆえ相手が複数人と同時にデートをしているなんていうことも、日本の付き合うのような一対一の関係を約束する場合は Will you be my girlfriend? Boyfriend? というフレーズが一般的で、彼の友達に彼女として紹介されたら恋人同士になったと確信して良いでしょう。わからん。ちょっと、よくわかんなかったけど。なんらしい。やっぱ違うんだよね、日本とは。それどうなんだろう、現地の日本人の子たちは。そもそも日本人じゃなかったりするのかな。ちょっとわかんないけど。なるほどね。いいじゃない。もうだって俺の友達なんてさ、中学の時に、給食配ってる時にね、とある男の子が、その給食当番でこう配ってる女の子の手を見て、何々って、手綺麗だねって、もう言った瞬間、それを聞いてたやつが、えぇーみたいな。なんかこいつ言ってるよみたいな。だいぶいじられてたよ、その後。やっぱり、ちょっとうちがガキすぎたのかもしれないけど、うちの中学が。いやー、いいね。
かっこいいねやっぱね、ありがとうございます。はい、次行きましょう。神奈川県おつまみさん、ガスケさんこんばんは。いつも楽しく聞かせてもらってます。私は高校2年生の女子です。夏休みに友達4人が私の家に来てお泊まり会をしました。一泊二日でしたが、夜通しゲームをしたり、トランプをしたり、人生ゲームをしたり、夏の思い出の中で一番楽しかったです。いつも帰ってきて家で一人なので、誰かがいるっていう感覚が温かくてとても幸せでした。小さな幸せではなく大きな幸せですが、ガスケさんはご友人とお泊まり会をされた思い出はありますか？高校生の時はまあしなかったかな。でも小中はよくやってたよ、友達の家でお泊まり会、超楽しかったね。何なんだ楽しいんだろうな、お泊まり会ってな。もう超楽しかったでね、やっぱその時しかしないこととかをいっぱいするから、なんかローテーションでみんなの前で一発ギャグして笑わせたら勝ちみたいな、なんか、そんな遊びとかやってたかな、中学の時は。でも大学の時はさ、もう俺一人暮らししてたから、大学の周りでね、まあ、よく終電逃した友達とかが泊まりに来てた。まあ、しょっちゅうだったね、しょっちゅう泊まりに来てた。で当時6畳のさ、本当に狭い部屋だったんだけど、最大8人泊まったことあるね。もう台所とかまで寝てる人いるみたいなあれやばかったね。まあ、よくやったよなあれな。もう隣の人もうるさかっただろうなっていう、ちょっと反省はありつつも、いやでも楽しかったな。もうなんか今泊まりで遊んでもあんまりテンション上がんないな。昔はもう、やっぱなんだろうな、小中高あたりのお泊まり会の楽しさって、で夜中さ、コンビニとかさ、みんなでゾロゾロ行くのも楽しいよな。なんなんだ楽しいんだろうなあれな。いやもうあれ味わえないんだ、あんな楽しいことない。小中高の時の夜中のコンビニでアイス買いに行くやつとかあるね。はあ、ね、もう大人になっちまったよ俺も。ね、いやよかったですね、お泊まり会ね。はい、ありがとうございます。ということで、小さな幸せのコーナー以上となりまして、眠れるラジオスタートです。ガスケツの眠れるラジオ、皆さんこんばんは、そしておやすみなさい。眠れるラジオ、ガスケツです。このラジオはよく眠くなると言われる僕の声とヒーリング音楽を一緒に聴いていただき、気持ちよく寝落ちしていただこう、そんなコンセプトでお送りしております。今日も聴いていただきありがとうございます。このラジオで寝落ちできた方、ぜひ明日もお聞きに来てください。そして寝ちゃって聞けなかった部分なんかは、明日の良き時間、作業中とか帰宅途中とか、よく時間に聞いていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。ということで、どうやらグッズの再販ねしてましたけども、再販の発送も終わったのかな、もう皆さんの手元に届いている頃かなと思いますけれどもね、買っていただいた方本当にありがとうございますね。再販届けましたよっていうご報告も、まあ、ちらほらいただいておりまして、本当に嬉しいです。皆様の手元に届いてね、よかったです本当に。いやーにしてもね、本当にグッズもう売れるか心配で心配で仕方なかったんですけれどもね、売れてよかった本当に。ああよかった。いや本当にね、ご協力していただいたわさび先生もね、本当に素敵なイラスト提供してくださったし、まあ様々な方のね、ご協力あってのことでしたけども、ちょっとやっぱ売り上げ見て、ちょっとやっぱこれ自分で次やろうかなと思ったね。やらしい話ね。やらしい話ですけど、やっぱりお金欲しいからさ、僕もやっぱり、ごめんね、やらしい話ですけどね。
まあでも多分今年はやんないかな。まあ、本当にやるとしても来年以降って感じ。でもわかんない。なんか、とはいえなんかさ、俺未だになんか、リスナーの方にお金を払ってもらうっていうのに、ちょっとなんか抵抗があるんですよね。なんか、だから欲しいものリストとかも公開してないし、なんかやっぱこう、スーパーサンクスとか来るとさ、もらっちゃったって、なっちゃうっていうね。ね、いやでもやっぱさ、こうやって眠れるラジオを長く続けていくっていうね、話で言うと、まあやっぱそういうね、そういうのもやっぱ慣れていかなきゃいけないんだよな。なんかやっぱちょっとやっぱグッズ出したら買ってもらおうとか、ね、やっぱ番組継続のためにちょっとメンバーシップ入ってくださいとかね、なんかそういうのもやっぱ徐々に慣れていかなきゃいけないなとも思いつつも、未だになんかちょっと抵抗があるっていうね。まあとりあえずね、グッズは、まあ直近1年はおそらくない。まあ2、3年後ぐらいかな。忘れた頃にやろうかなと思っております。はい。ちょっとそれまでには、やっぱこうリスナーの数も増やしていきたいですよね。まあ、増えてたらいいなと思うんですけど、どうでしょうね。はい。ということで、前回のコメント欄読んでいこうかなと思います。天然保湿成分さん、こんばんは。先日グッズ買いました。報告させていただきました。本日突然身に覚えのない U パックが届き、中身を見てみたら2ヶ月待ちすぎて半分忘れていたガスケツさんと青山わさびさんのアクキーでした。今回私は1人と2人の2つを買わせていただきました。とても長い間めちゃくちゃ楽しみにしてたので、テンション上がってウキウキで学校につけていけます。本当にありがとうございます。これからも引き続き毎晩寝させていただきます。第2弾待ってます。うん、ありがとうございますね。いやなんかね、ステッカーをこういつも使ってる iPad に貼ってますとかね、T シャツ バイト先に着ていきましたとかね、報告はいただいてますので、はい、皆さんもね、ぜひいろんなところに持って行っていただけたら非常に嬉しいです。まあ、僕もね、まあ、僕は基本的に都内に生息してるんですけど、まあ、もし見かけたらカバンの中に入ってる眠れるラジオのステッカーを渡すので見かけたらね見かけることあんのかな。いやでもそう、なんか前も言ったけどさ、俺の友達の友達がね、リスナーだったみたいなこともあったし、意外と世間狭いんだよね。ちょっと怖いけども。ただまあ、これちょっと前も言ったけど、俺に急にステッカー渡されて、もう俺すぐ逃げるから、絶対についてこないでね。ちょ、それだけ頼むわ。で、俺も何も発さずに、こう、深くうなずくだけで去っていくから、ちょっと本当にそれだけはよろしく。はい、OOO パオさん、エンタレッドカーペット世代すぎる、桜坂やっくんとか西岡澄子とか、最近の子は陣内智則のネタとか見たことあるのかな。ね、本当そうね。まあなんか陣内智則はでもまだ見たことあるんじゃない。なんかね、 YouTube とかでも見れるし、やっぱちょっとやっくんとか西岡澄子が見たことないじゃない。やっぱ俺やっぱポッポンスポッポンとかね、ポッポンスポッポンとか、やっぱあとですよですよとかね、って言うんじゃない。あ、でもやっぱあれだな、いつもここからだな。俺が好きだったのはドケドケ、暴走族、悲しい時とかね。今の子でも分かる言い方をするなら、アルゴリズム体操の人ね。あの二人芸人なのよ、実は。めっちゃ好きで。ね、まあ、その話はまあ、今しなくていいや。はい。このラーメンがうまいさん。このラーメンが一番うまいさん。お疲れ様です。最近僕は株を始めました。株の中で期待値の考え方があります。そんな中で質問です。
50% の確率で1000万、外れれば0円もらうか、確実に500万もらうか、どちらにしますか。正解はないですが、考えると楽しいです。それでは。いや、500万だな。なんか S&P とかに突っ込んでたらいずれ1000万になったりしないのかな。わかんねえけど。ねえ、俺もちょっと重い腰上げてね、兄さんに手出し始めたけど。いや、なんかやっぱこう、ね、何もしてないのにさ、何万円っていうお金が増えてんの楽しいね。早く始めればよかったって最近めっちゃ思ってる。まあ、皆さんもせっかくなんで早く始めてみたらいかがでしょうか。はい、ということでね、そんな感じですかね。はい、天然保湿成分さん、花花さん、 KD さん、おーパオさん、めぐみさん、たつひめさん、桃も煮物も怠け者のものなのだけど、その飲み物はお店のもの。切れていいか俺。猫の次郎さん、さきさん、鈴木さん、アクオスさん、ルカさん、おくにおくにさん、モさん、すずさん、ミニミニさん、ルリさん、ハルさん、エンゾさん、メイアイさん、おつまみさん、リさん、カエデスピカさん、このラーメンが一番うまいさん、ミセス羊さん、冷蔵庫ちゃんさん、ミーさん、羊熊さん、柴田さん、アキコさん、さん、ロミーさん、ハングル文字に2つの人、マナカさん、ウイさん、カモさん、羊目さん。ね、羊目さん、雨が降ってきたそうですね。ね、こんな感じでね、何でもいいですよ、皆さんね。雨降ってきたとかで、もうツイッター感覚でね、コメントいただけたら嬉しいです、本当に。はい。皆さんもコメントありがとうございました。番組ではあなたのお便りをお待ちしております。お便りは概要欄に貼ってあるお便りフォームから送ってください。募集しているコーナーに関しましても、その中に記載ありますので、読んで送っていただければなと思います。よろしくお願いいたします。YouTube のコメント欄はですね、番組の感想でもいいですし、最近あったこと、ガスケツに伝えたいこと、ね、あと、まあ、雨降ってきたとかね、もう本当に何でも構いませんので、良き感じにね、肩の力を抜いて書いていただけたら非常に嬉しいです。ガスケツも良き感じに拾いますので、何卒よろしくお願いいたします。ということで、しばらくヒーリング音楽お聴きください。
はい、ということでぼちぼちお話をさせていただきますけれども、大丈夫でしょうか。今寝ている人を起こさぬよう静かに静かに、話し始めるというのをね、毎回やってるわけでございますけれどもね、北海道に行ってまいりまして、ちょっとお仕事でね、また、ちょっと行ってきたんですけども、ちょっとね、ツイッターで皆様に、なんかおすすめのお店ありますかなんて言ってたんですけれども、ちょっとすみません。ちょっと時間がなくて、ちょっと皆様のおすすめするところは、ちょっと回れずでして、ちょっと本当に申し訳ないな、という感じだったんですけども。いやー、でも北海道ね、やっぱスケールが違いましたね、全然ね。やっぱり、その、やっぱ、まっすぐの道が、すごい長い、ね。もう、地平線の先まで道みたいな、ね、道とかもよくあるような感じでね。で、あと、まあ、ちょっとあんまりね、なんか、お店とかもそんなに回れはしなかったんですけど、まあ、八橋っていう、なんか、有名なのかな、海鮮系の居酒屋に僕とカメラマンの方と代理店の方とで3人で行きましてね。いやーね、なんか ずっこ飯っつうのかな、なんかイクラをストップっていうまでも盛り続けてくれるみたいな、おいさーおいさーって言いながら、ずっとこう盛り続けてくれるみたいな、あれね、やっぱいいよね、ああいうのね。で、もう、あともう他、ね、あんまり思い出はない。前回愛媛行った時はさ、前泊後泊だったから、前泊して一日仕事して、で、泊まって昼過ぎぐらいに帰るみたいな、めっちゃいいスケジュールだったんだけど、まぁ、今回、全泊して働いてその日に帰るっていうスケジュールだったんで、あんまりゆっくりできなくて、なんか愛媛の時はね、なんか飲み屋で会った外国のね、なんかお兄ちゃんとなんかシーシャ吸いに行くみたいな、なかなかレアな体験したんだけど、今回そういうなんか面白い出会いもなく、まあ、ただすすきのが近かったんで、ホテルが、だからお店入りはしなかったけど、なんかこうちょっとこうね、通りでそのすすきのの歓楽街の雰囲気だけちょっとあるってね、ちょっとこう味わってたんだけど味わってたなんかね、東京の歓楽街とはまたちょっと違う感じで、なんかこうガラス張りのお店が多くて、なんかこうバニーガールとかがいて、こう歩いてる人にこう手振ってんの、なんかライアーだって感じだったね。なんか、ちょっとこれ、あ、東京にはない感じだなっていう、なんかそんな感じだった。いやー、ちょっとね、切実にもうちょっとね楽しみたかった。本当に短かったから、いや、そこだけなんか思い出話ラジオでできるかなと思ったんだけど、なんかあんまりないまま、とにかくその居酒屋の飯がうまかったなっていうぐらいとか言うとあれだけど、そんぐらいだったな。いや、でもなんかまた普通に観光として行きたいなって、思うような、感じだったな。次はやっぱこうもうちょっとこう自然だったりとかね、あとやっぱ僕がすごく行きたい白銀荘がありますから、北海道にはね、最高のサウナがありますから、まあちょっとやっぱ、まあ、僕行ったの札幌だったんだけど、まあちょっとさすがに遠いのかな、ね、一個北海道といってもかなり広いですから、またちょっとね、北海道の人からすると、いや、全然遠いから、みたいな話なのかもしれないけど、ね。まあ、ちょっとそんな感じで、北海道旅の思い出でございました。
ふつおた、神奈川県羊めいさん、ガスケツさんこんばんは。5月末に29歳になったのですが、最近インスタを眺めていたら、30歳を超えたら性格や考え方はなかなか変わらないという投稿を見かけました。私は結婚とか昇進とかには縁のない生活をしているのもあり、おそらく27から34歳くらいの間の内面の変化は少ないだろうと思っていたので、それを見てちょっとドキッとしちゃいました。これから1年であっという間に柔軟性が消えるのか、今のうちに何かするべきなのか、でも30過ぎてコロコロ人格が変わるのもおかしな話だし、ガスケツ先輩、やっぱり30の壁はあると思いますか？いや俺はないんじゃないかなと思うけど、どうなんだろう。いやわかんない、もう、いや俺、あ、いや俺はまあ26なんですけど、いやどうなんだろうね、30になるとやっぱ変わんのかね。ちょっとわかんないけど、いやでもあれじゃない、なんか指摘してくれる人とかもだいぶ減ってくんじゃない、30にもなると。怒ってくれる人もだいぶ減り、なんか仕事とかでも中堅社員となり、まあ、そこそこいい大人になるっていうことで、あれじゃない、考え方が変わらないというか、変わるきっかけがないが正しいんじゃない、割と。なんかそんな気がする。いやなんか俺全然変わる気がするんだよな、なんかいろんな考え方だったり感じ方とか。あとなんかよく言うのは、僕ADHD というね、発達障害持ってるんですけど、 ADHD の人間って成長が遅いらしいんだよね、なんか。大人になるのがめっちゃ遅いみたいな。だから俺なんかほんとね、最近やっと大人になった気がするんだよね。おくらばせながら大人にならせていただきました、本当に。なんかそんな気がしてるのよ。なんかそんなこともあり、俺は結構変わる気がする。ってか、なんか変わろうという意識があれば変われんじゃない、なんか柔軟性を持っていきたいなと思ったら変われるでしょ、人なんて。もう俺は大人だし、もうそんな周りにも流されないし、もう変わる必要がないって思っちゃう人が大半であって、変わろうと思ってる人は変われるんじゃない。いやだってなんかおじいちゃんおばあちゃん世代見ててもそうじゃない、なんか若々しいおじいちゃんおばあちゃんもいるじゃない。ああいう人たちってさ、なんかこうね、なんか若い人の考え方だったりとか新しい価値観とかをさ、こう取り入れようとしている前向きな姿勢があるけどさ、もうそうじゃない人もいるじゃん。もうほんとガチの老害みたいな人ね、どっちもいるじゃない。まあ、なんかやっぱ前者の人とかはね、なんかちゃんとアップデートしてて素敵だなと思うし、まあ、多分自分次第なんじゃないかなと思うんですけど、どんなんでしょう。人生の先輩方教えてくれ。僕ね、29歳からやっぱ26歳にやっぱちょっと戻りましたので、3年間若返りましたので、最近ね、まあ、そんなこともありましたので、先輩教えてください。はい、次行きましょうか。兵庫県ゴリサピさん、ガスケツさんいつもラジオを聞かせてもらってます。ガスケツさんは学生の頃に将来の夢ってありましたか？私は今高校受験の勉強しています。勉強中にふと思うのですが、将来自分はどうなるのかなと考えることがしばしばあります。将来の不安、どうしたらいいんですかね。そんなことを考えても答えは出ないと自己完結し、自分の夢に向かって突き進もうと励んでいます。ガスケツさんは将来の不安があるときどうしますか？よければ教えてください。いやー、わかんないよね。いや俺だって10年後何してんだろうなって全くわかんないもんね。いやでもこれ本当にマジで言えるのは、本当に目の前のことを頑張ることですよ。それこそゴリサピさんだったら、高校受験頑張るべきだし、やっぱ高校受験頑張って、でまたその先の大学受験頑張ってっていうね、やっぱ頑張れば頑張るだけその可能性が広がってきますから、やっぱり。で多分僕もそうだと信じてるわけですよ。
ね、今頑張れば10年後20年後30年後ね、もう何かにつながっているだろうとね、必死で頑張ってるわけですよ、うん、やっぱり目の前で頑張んなきゃいけないこと、とにかく頑張る。わかんねえからな、10年後20年後30年後どうなってるかなんて、うん、もう今を必死に頑張るしかないということですよ。ね、ちょっと酒飲んでてなんかちょっと変な熱い話になっちゃいましたけど、ね、まあそういうことですよ、うん、まあ頑張れる人は頑張ったらいいし、頑張れない人は頑張んない、うん、まあなるようになるとね、はい、無理せず頑張っていきましょうということでね、眠るラジオクレイグ練習決めましょうか。はい、これでも眠れないよーっていう方はね、シャッフルスミホの動画あります、こちら、1000万2000万2000万再生も夢じゃないぐらいね、再生されている動画ですので、かなり眠れる方法としてリピーター多いので、ぜひとも聞いてみてください。まあ、あと僕の朗読の動画だったり、あとラジオもう一本聞くとかね、まあ、もろもろございますので、うちのチャンネルで、しばらく、過ごしていっていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。はい、まあ、あとヒーリング音楽はこの後も続きますので、このまま寝落ちという形でも大丈夫かなと思います。はい、ということで、今まで聞いていただきありがとうございました。お相手はガスケツでした。おやすみなさい。